はい、すごい水が出てるよね。今日水汲みに来たんですけど、なんか前水が出てなかったんですよね。でここにね、注意書きがあって、長らくお待たせしました、水が出ました、若竹の泉水が出なくなり3ヶ月は経過しました、多くの方々から水が出ないとの声が寄せられ、行政への修繕のお願いをしてまいりましたが、過去行政で修繕対応していただきましたが、今年度から若竹の泉の管理については行政から市が設置したものではなく個人所有のものであるため行政は管理しないとの連絡がありました。毎週末を使いパイプ何百メートルの詰まった箇所探しに2ヶ月を要しましたが、3月24日やっと詰まった箇所の修繕が完了しました。修繕材料代手間はボランティアです、皆さん大切に使っていきましょうということで書いてあります。